はい、皆さんこんにちは。ビロガーのアリです。このとりあえず時事ってみたらここ最近起こってるニュースで今日と水曜日から土曜日の週6回で皆さんに紹介していくものですということで、早速いきましょう。今日最初に皆さんに紹介するニュースはルパンです。これはルパン三世がアニメ化40周年を記念して作られたもので、タイトルはルパンザサード藤子という女というタイトルで4月4日から放送されます。まあこれめちゃめちゃ熱いですね。僕ルパン大好きなんですよ。もう昔からね、もうルパンずっと見てて、今回のルパンザサード藤子という女というあの PV が今出てるんですけど、これめちゃめちゃいいです。絵がね、あの最近の感じのちょっとこうポップな感じのタッチじゃなくて、もうかなり昔の感じなんですよね。最近のルパンを見てる方にとってちょっとこうなんかってちょっと違和感あるかもしれないですけど、本当にねルパン好きな人からするともううわー来た。僕もね、昔のね、ルパンのね、絵のタッチの方が結構好きなんですよ。最近のにちょっとこう、ポップすぎる感じがして、いまいちね、あんまり好きじゃなかったんですけど、4月4日から放送ということで、ルパン好きな方はぜひチェックしてみてください。そして次はゲームの話に移りましょう。今週1週間で僕が気になったゲームのニュースは、スクウェア・エニックスです。最近スクウェア・エニックス、いろんなね、サイトオープンさせてるんですよ。で、最初にまず公式サイトにも、なんと、シークレットタイトル2012サマー、シー・イズ・カミング・スーンっていう風に出てくるんですよ。で、これね、なんだかあれに似てるんですよ。ファイナル・ファンタジー・タクティクスに。次回更新までのカウントダウンをウェブサイトの右下のところにされて、このままいくと3月30日の3時以降に新しい情報が公開されるそうです。気になりますよね、このね、審判。僕の予想なんですけど、その C is coming soon という C は多分やっぱクリスタルだと思うんですよね。いろんなムービーの中でクリスタル出てきてるんで、順当にいくと多分 C はまあクリスタルということで、まあ、全ては3月30日3時以降に新しい情報が公開されますので、期待して待ちましょう。そして次もまたスクウェアエニックスの話なんですけど、スクウェアエニックスが新しく音楽レーベルを立ち上げて、その名もスクウェアエニックスミュージックという新規ホームページがオープンされました。で、このホームページに飛ぶともう全部真っ暗です、ほぼ。真っ暗なんですけど、カーソルを当てていくとちょっとこううっすらね、なんかこう雲がかってるのがちょっと取れてくるんですよ。これもね、すっごく気になるんですけど、3月29日だから明日ですね、明日の木曜日に全てが公開されるらしいので、こちらもチェックしてみてください。そして最後はスクウェアエニックスがファイナルファンタジー25周年を記念して特別のウェブサイトを作りました。これはスクウェアエニックスが今までファイナルファンタジーを作ってきた情報が全部そこに載ってて、クリックするとその各シリーズの情報に飛ぶようになってますということで、今日皆さんへの質問、ファイナルファンタジーシリーズの中で皆さんはどれが一番好きですか？ちなみに僕はファイナルファンタジー7ですね。いやでも10も捨てがたいんですね。僕の中でも7と10、いやでも5と6も熱いんですよね。ということで、ぜひ下にコメント残してください。お願いします。そして、グッドボタンとお気に入り忘れないでください。チャンネル登録がまだの方は上にチャンネル登録のボタンがありますので、そちらを押してください。このとりあえずじじってみても、ぜひ Facebook、Twitter、Google プラスで友達数、恋人と共有してみてください。で、最後にもう一つ皆さんにお願いがあるんですけど、このとりあえずじじってみたを見てくださっている方から、なんとチケットをいただきました。で、そのチケットの内容っていうのが、この前紹介したレミオロメン、藤巻亮太さんのね、実はね、ライブがあるんですよ。で、そのライブが、これですね。これがチケットなんですけど、これ1枚なんですけど、2012年4月12日木曜日、赤坂ブリッツにて、6時会場、7時公演ということで、藤巻亮太光を集めてスペシャルライブのチケットが1枚ありますので、もし4月12日木曜日、お時間ある方は、で、もし、ね、レミオロメンの藤巻亮太さん大好きって方、行ってみたいって方は、ぜひぜひ、下にコメントを残してください。で、その後、僕は個人的に YouTube のメッセージで連絡を取らせていただきますので、ぜひ、来たい方は下にコメントを残してください。よろしくお願いします。ということで、また明日お会いしましょう。以上、ビロガーのアリでした。じゃあまた！